はい、今回は、広島アルミ杯の決勝戦、上野愛咲美女流棋聖対、西武の五段の碁を見ていきたいと思います。はい、上野さんがね、見事優勝されましたね。はい、これで2年連続女流棋士の優勝ということで、はい、すごいですね。これは上野さん結構好きな構えでしょうかね。はい、ここはあんまり挟むところではないのでコスミつけていいと思いますね。まあ、当然単にコスミもあると思います。はい、まあ、開かなかったので挟んで、ツケからもすごいですよね。はい、切っていって、まあ、白も捨て石にしてね、こうやって形ができるので、まあ、白としてもしょうがないかなと。はい、はい、まあ、ここまではね、結構白も不満ない感じもするんですよね。はい、ここはそうですね、一回ちょっと、打ってから飛んでいきましたね。この石はね、結構強いんですよね。しかしここで跳ね出しですね。普通は考えられない手ですけど、はい、こうやって黒も思い切った打ち方ですね。抜かせて、まあ、早碁なんでね、ここは、まだまだ難しそうですね。そうですね、こうやって助けましたね。まあ、形を決めないのもありそうな気がしますけどね。これはどうなってるんでしょうか。まあ、そうですね、ちょっと覗きがこうなってた、ちょっと一手ね、無駄になった意味もあるんですね、これね。覗きがツケで取られてしまったのでね。最善は分かりませんが、黒はね、うまく捨て石にしてね、打ったように思えますね。とりあえずツケが持ち込みになったのがちょっと、気になるところですね。こう何もしないでね、単に切ってもありそうなところでしたからね。はい、実戦はここまでで、ちょっとこれが持ち込んだのが気になるので黒持ちですね。つけて様子見ていきましたね。はい、これはもう全部取る勢いですね。はい、でコスミで取ってて、しかもちょっと渡りをね、残しつつなので、はい、まあ、黒の方が勢いがある気がします。はい、自然とこうね、こちらになだれ込んでいって、黒は特にね、損してないですね。渡ることができまして、これはそんなに白やってない感じがしますね。はい、この石たちも分断してね、攻めながらこちらの模様をね、まとめられそうです。はい、この石もしっかり来て、黒のね、優勢が見えてきましたね。はい、ここはそうですね、攻め自体は黒は余裕ありますね。勝ちそうです。はい、そうですね、解説の方も差があるのでね、黒の勝ちは揺るぎないということみたいですね。で、はい、ここまで打たれまして黒の中押し勝ちということでした。やっぱりそうですね、この辺りから、詰めに回ってね、黒の、勢いが良くなってね、はい、そのまま押し切ったような一局だったと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。